ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。見て見て魔理沙、今度ハイカラさんが通るファッションで明治村に行くのよ。へえ、いいじゃないか。こんなに可愛い格好を毎日できていたなんて明治時代っていいわね。着物にブーツ、髪型も西洋化とうまいこと混ざってまさに文明開化って感じだよな。大学の卒業式でこの着物を着るのが永遠の憧れなのよね。でも明治時代の女学生は毎日これ着ていたんだから羨ましいわ。確かにファッションもいいけど、明治時代の文化はそれまでとは変わっていった。変化の時代でもある。もちろん女性たちの生活もどんどん変わっていった激動の時代だな。確かにそれまでとは全然違う生活スタイルに変化するわけだもんね。混乱しなかったのかな？確かにそうかもしれないな。それじゃあ今日は明治時代の文化や風習について紹介していくとするか。わあ楽しみね。早く教えて教えて。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。まずは先ほど出てきた女学生について紹介していこうか。江戸時代にも寺小屋という子供たちが学ぶ場所があった。また武士の子供たちは藩校といって武士の子息が通う学校に通っていた。だが女の子たちは寺小屋以降は学ぶ場がなかったんだな。しかも寺小屋も生徒はほとんど男の子。女の子の教育レベルはそこまで高くはなかったと見ていいだろう。女の子だと武士にはなれないしね。働くのも男の子がメインだしな。男の子も庶民は寺小屋以降は学校というシステムがなかったしな。それでも庶民は神社の絵まで計算問題を出し合うなど学ぶ姿勢は持っていた。しかし明治時代になって西洋の文化が入ってきて教育システムも大きく変化したんだ。明治維新の頃には先進的な考えを持つ藩の中に女学校を設立するところもあった。これは武士の娘たちだけだったが庶民の女の子も合学と呼ばれる学校的なところに通っていたんだぜ。学校らしきシステムは存在していたのね。だが廃藩置県によって藩が運営していた藩校は一旦閉鎖されることになる。そして改めて明治4年に東京に官立の女学校が開設されることになったんだ。この学校は明治5年2月に開設され、11月に東京女学校と名称を改めた。ま、この学校は明治10年に廃校になってしまうんだがな。もうせっかくできたのに、どうして廃校になっちゃったの？これは西南戦争による財政難のせいだと言われているぜ。しかしこの時の東京女学校が女の子の中等教育に対して明確な方針がなかった時代に、女子学校の模範となったんだ。また京都の方では明治5年に女工場という名称の女学校を設立した。お、東京に負けじと頑張るわね。女工場って初めて聞いたわ。この時学校に通うことができたのは家族や士族の社会的上層部の女の子たち。女子学校教育の先駆けとなったこの学校だが実は勉強以外に女性として学ぶべきと、されていた裁縫や手芸を学ぶ場でもあったんだ。女工というのは女工とも書かれ、女性の仕事のことだな。女工場ではこうした裁縫やらと共に外国語を学ぶ場でもあったがやがて、学問を中心とする女子中等教育機関が発達するとそちらと合体するんだ。今でいう家庭科がメインの勉強だったってことか。今の教育システムでは様々な教科をまんべんなく学べるし選択肢がある。しかし女学校の設立目的は女性の学力向上だけではなかった。近代教育を身につけるプラス手に職つける、または結婚した時に困らないように、というかなり現実的な教育をしていたんだな。確かにこの時代ならお裁縫できるのは必須みたいな感じだもんね。また我々が想像する女学校、これは明治18年に設立された家族女学校が近いんじゃないかと思うぞ。名前の通り家族のお嬢様たちが通う女学校だ。皇后の命令によってすでに作られていた学習院とともに宮内省管轄の官立学校として設立されたんだ。明治10年には学習院が共学で学べる学校だったがさらに女子に教育を、ということで、家族子女に対する本格的な教育機関が設立されたんだぜ。女性の教育に対してどんどん力が入れられているわね。文明開化で欧米文化を取り入れていたからな。それに先ほど出てきた袴とブーツ。このスタイルを考案した下田歌子という女性が教授として在校していた。あの憧れのスタイルはこの人が考えていたのね。また日本で最初の女子留学生の一人である津田梅子。彼女もこの学校で英語教師として教壇に立っていたんだぜ。そうそうたるメンバーね。家族のお嬢様たちが通うから普通の学校では教えてくれない礼式なんて授業もあったんだよな。礼式とは儀式や公的場に出る際にはマストな作法のことだ。お嬢様ならではの科目ね。それにもともと家族として教育を受けている彼女たちは成績も皆優秀。身分や身元は保証されているし、教養もある。さらに裁縫や礼式も学んでいる彼女たち。そんな女性たちに目をつける人々が現れたのは自然の摂理だろう。目をつける、
そう、ぜひとも僕の、息子の嫁に、という希望者たちだ。そっちか、明治39年に学習院と合併した華族女学校は学習院女学部と呼ばれた。が、同じ建物内で共学になったわけではなく女学校スタイルのままだった。女性たちだけの学び屋に入れるのは参観日だけ。そんな授業参観にも不思議な決まり事があったんだぜ。授業参観ってことは親御さんたちが見に来るのよね。家族だし華やかな集まりになるから地味な格好をしなきゃいけないとかかしら？惜しいな霊夢。服装に関して言えばドレスコードがあったんだ。明治44年に決められた参観人心得の中に、参観人はフロックコート、若くは羽織袴を着用すべし婦人は野に準ずるものとす。フロックコートか羽織袴を着てきなさい女性はそれと同等な服装で、ということだ。つまり現代だと結婚式に行くような服装で授業参観に来いってことだぜ。授業参観のハードルが高い、披露宴かよ。また同じ教室に同時に4人以上の参観人が入ることは禁止。参観人は話したり筆談も禁止。要はメモるなおとなしくしていなさいということだ。同じ教室に4人以上が入れない？っていうか参観人同士で話したりしちゃダメ？ママ友と気軽に会話しているお母さんたちの気並みアウトじゃない。そう、これは現代のような授業参観を想定して決められた決まりではない。先ほどのように嫁探しに来る参観人に向けた決まり事なんだ。華族女学校の設立目的は良家の子女が新時代に向けて生きるべく近代教育を身につけることだった。確かにそうだったわよね。欧米のように女性が学ぶ場を作り、活躍する未来のために設立されたんだが、良家の子女が集まる場というのに目をつけた上流階級の男性及びその身内たち。彼らがこぞって参観希望を寄せてきたんだ。もちろん目的は嫁探し、華族女学校の生徒なんだから上流階級なのは間違いないんだからな。動機が不純だー。当時の女学校は生徒の関係者でなくても立ち入ることができた。つまり学校に申請しさえすれば全く関係ない人でも入れたんだな。ってことはその辺の庶民も見学できたの？さすがに USJ 行く感覚で行けるわけではない。参観人として認められたのは一部の上流階級だけ。皇族や華族、政府高官といったお国のトップ層だけなんだぜ。なんだ上級国民限定か。まあまあそうふてくされるな。こうした目的があったからこそ先ほどのような教室に何人も入るなとか、話すなとか、メモを取るなって規則ができたんだぜ。あの子いいですね。メモメモみたいな輩がいたんだろうな。目に浮かぶようだわ。実際にそうして結婚することになるの？上流階級は江戸時代もそうだが家同士の話し合いで決まる。本人たちが顔を合わせるのは結婚式だったから事前になんとなく顔を合わせるだけ。花嫁選びの授業参観があるのは良かったかもしれないな。そこで重要視されたのが容姿だ。結局顔かよ。そりゃあ自分のタイプの子の方が誰だっていいだろう。それ以上に立ち振る舞いや言葉遣い、さらに授業中に発言する際の言動なんかも見られていたらしい。実際に授業参観で男性やその家族に見初められぜひ我が家の嫁に、と望まれて、卒業と同時に結婚したり、そこまで待てず退学して結婚パターンもあったようだ。なんかすごい文化ね。そのため有望な女性たちは在学中に見初められ退学、卒業後に結婚が決まっていて婚約状態、といった人が増えてくるので何も決まっていない女性は肩身が狭いだろうな。女学校とはいえなかなか厳しい社会ね。さてさて教育も変わりつつあるが生活に身近なファッションも変わってきた。もともと着物で生活していた日本人女性だが洋装もするようになったんだ。しかしそれは舞踏会に出席するような上流階級の女性たちがメイン。庶民の女性たちは相変わらず着物で生活していたんだぜ。そりゃいきなり洋服着るようにはならないか。まずお金も必要だしね。服装の洋装化はやはり男性の方が早かった。軍服は西洋風になり、社交界に出るための演技服やフロックコート。ちなみに今のように一般男性がスーツを着るようになったのは明治20年以降だ。あら、でも思ったより早いわね。だがこちらも舶来品やオーダーメイドなので普通に着ているのは庶民の中でも、富裕層だったことだろう。さて方や女性はというと、当時はまだまだ男性に比べて社会に出ることが少ない。なので洋装化も男性ほど早くは進まなかったものの多少の変化はあったぞ。着物に変化？変わったのは着物の模様や着物の上にあずまコートを羽織ったりするようになったことだ。さらに着物に合わせてパラソルを持ったり指輪やバッグを合わせるようになったんだな。まさには溶接中ね。
先ほども出てきた女学生の袴姿にレースアップブーツ。こちらも和洋折衷の代表的な例だろう。このファッションがさらに発展して大正時代にモダンガールと呼ばれる女性たちが現れるんだよな。そして髪型も日本髪から進化していくことになる。服装が変われば髪型も変わるってことね。洋装をするようになった上流階級の女性たちは大変だっただろう。何しろ着物とドレスでは全くスタイルが変わってくる。そうなると髪型もスタイルを変えないとおかしいもんな。そこで考えられたのが日本髪でも洋風でもない髪型だ。なんじゃそりゃ？そんなものあるの？試行錯誤の結果なんだろう。それを改良してできたのが束髪だ。束髪？西洋風の髪型を改良し、日本髪より結えやすいと広まっていったぞ。束髪というのはいろいろな髪型の総称で、1885年に具体的な結い方や具体例が発表されると手軽に自分でできるし、和装にも合うと瞬く間に流行したんだ。ではここで人気だった髪型を紹介しよう。西洋上げ巻き、前髪を中央左右で分けて後頭部に一つにまとめる。その髪を巻き上げて三つ編みにして円形にまとめて頭の上で固定するんだ。なんだか今でもできそうな髪型ね。次にマガレイト、こちらはマーガレットとも呼ばれていたぜ。三つ編みにした髪を先を持ち上げて輪っかにする。大きなリボンを飾ったりするし、若い女性を中心に流行したぞ。わあかわいい、まさにハイカラさんって感じね。こちらは二つの輪っかを作ったり、後ろで一つにまとめて輪っかにしたり様々だ。折り返さず頭の後ろで小さくぐるぐる巻いてまとめるとイギリス結びになるぞ。今でも似たような髪型があるもんね。昔の女の子たちも私たちと似たような髪型をしていたかと思うと感慨深いわ。変わりどころで言うと203高知曲げだな。これは明治37年に起きた日露戦争の激戦地だった203高知を脱出した年に流行したため、こう呼ばれるようになった。今では考えられない髪型の名付け方ね。世情を反映しているよな。この髪型は和装にも洋装にも似合うと上流階級だけでなく庶民にも人気だったぞ。ちなみに男性はというと断髪令が出てちょんまげ禁止になった。そういえばそんなことがあったわね。今まで男性たちは身分によって言うまげの形が違っていた。しかし断髪令でざんぎり頭にすれば髪型ではわからなくなるよな。男性の断髪は文明開化のシンボルとされたんだ。ざんぎり頭を叩いてみれば文明開化の音がするってやつよね。お、よく知っているな霊夢。しかし断髪したのは男性だけでなく女性たちも髪を切る人たちがいたようだ。だが政府は驚きの対応に出る。女性は伝統的な美を保つために勝手に髪の毛を切ってはならない。つまり断髪禁止令だな。男性と全く真逆。平安時代から女性の美しさの象徴は長く美しい黒髪がマスト。髪の毛を切るのは日本の伝統を壊すと考えたんだろうな。なんと当時女性が髪の毛を切るには断髪届を役所に出さないといけなかったんだ。髪の毛を切ることに許可がいるの？驚きだよな。しかも理由がきちんとしていないといけなかった。とある休暇で見つかった当時の断髪届にはある女性が髪の毛を切る理由が書かれていた。長患いが治るように願をかけて髪を切ったとある。つまり病気が治りますように願かけのために髪の毛を切ったんだな。逆にそのレベルではないと切れないということだ。今だと考えられない風習ね。日本髪というのは毎日言うものではない。一度結んでしまったらいつかおきに髪の毛に瓶付け油を塗って形をキープする。これは松や煮とごま油のろうに香料を混ぜたものだぜ。めちゃくちゃ油っぽくなりそうね。まさにその通りで、月に一度の洗髪の際には大量についた油や汚れを落とすのに、半日もかかったそうなんだぞ。だが西洋風の髪型が流行したことにより負担の大きい日本髪が下火になっていったんだ。いやー、聞けば聞くほど今の時代に生まれてよかったわ。さて西洋の文化が入ってきたところで面白い文化も入ってきた。それがミスコンだ。そんな昔からミスコンってあったの？初めて行われたミスコンは明治24年1891年のことだぜ。実はこのミスコンはとある建物のイベントとして行われたんだ。それは浅草の名所の一つである浅草凌雲閣。当時では珍しい12階建ての建物。しかしエレベーターが壊れて観光客が来てくれない。どうしたらみんな階段を登ってくれるだろう？そりゃ12階まで階段はきついわよ。そこで思いついたのが写真によるミスコンだった。階段の壁面に女性たちの写真を飾り、最上階で投票を行うというものだ。なるほど、美人を眺めているうちに最上階に到着するわけね。賢いわ。この時参加したのは102名の芸者さんたち。東京100美人と銘打たれたミスコンだが、参加者はもはやプロの女性たちだな。というのもやはり女性たちが表に出るというのは当時では考えられないこと。
芸者さんのようにブロマイドを取られ慣れている人たちが先駆けたんだ。ここにも当時の女性の社会進出が背景にあるのね。このイベントは大当たり、期間中には5万人もの見学者が来たらしい。地域の芸者さんに何回も投票する猛者もいたらしいぞ。なんかどこかで聞いたことがあるようなないような。ちなみに日本初のミスコン1位は新橋玉菊屋の玉菊という芸者さんだぜ。うわぁ綺麗な人ね。現代でも通用しそう。そしてもう一人有名になった芸者さんがいる。それが足立次さんだぜ。このコンテストのために写真を撮りたいのに上結衣さんが一向に来てくれない。当時は和装で髪を下ろすことははしたないこととされていたんだ。しかしもう待ってられないと仕方なく洗い髪のまま写真を撮ってもらったぞ。その写真が大当たり、この一枚の写真がきっかけとなり先発用のイメージモデルにまでなったんだ。その後彼女は洗い髪のおつまなんて愛称で呼ばれたんだぜ。現代の CM やポスターにも使えそうなくらい綺麗ね。この時代の髪の毛を下ろした人の姿を見ることはなかなかないから新鮮だわ。そして時は流れ明治40年アメリカのシカゴ、トリビューン氏がミスワールドコンテストを企画した。そんな昔から世界規模のミスコンがあったなんて知らなかったわ。日本では時事新報社が打診を受け、日本予選として日本美人写真募集を開始した。これは全国的に展開し、次戦他戦は問わなかったぞ。また芸妓さんや女優、モデルといったプロは参画かという徹底ぶり、本当に一般人な美人を募集したんだ。プロが参画家だなんて、そんなんで美人が見つかるのかしら？それが見つかるんだな。審査は応募された写真のみで決まったぜ。13名の審査員がこの子、と満場一致で決まった1位が末広ひろ子さんだ。あら、どこに隠してたのこんな可愛い子。今見ても可愛さが伝わるいい写真だよな。彼女の写真は海を渡りアメリカのシカゴ、トリビューンでも披露された。が、問題は彼女の出自だった。まさか、そう、そのまさかだ。彼女は当時学習院女学部3年生の16歳。さて霊夢、女学院の設立目的を覚えているか？近代的な教育を受けて新時代を生きる的な。よく覚えているじゃないか。しかしまだまだ女性が表に出ることが恥ずかしかったこの時代。しかも上流階級の女性が容易に顔を晒すとは何事か。となったわけだ。近代的でとてもいいと思うけど、女学院はそう思わなかったらしい。結婚適齢期が20歳と言われたこの時代、結婚前の娘が不特定多数が見る新聞に、顔を晒すとは軽率な行為として咎められたんだ。他の生徒に示しがつかないということで彼女は退学処分となってしまったんだぜ。それはあんまりにもかわいそうよ。現在では芸能活動を許可している学校もあるくらいだが当時ではアウトだったんだな。だがその後ミスコンに応募したのはひろこではなく彼女の義兄だったことが発覚した。そうか、次戦他戦とはなかったわ。しかしもう退学処分は取り消せない。そこで当時の学習院院長だった乃木マレスケが責任を取って結婚相手を見つけてきたという説が残されている。しかし実際にはすでにひろこの結婚は決まっていたという説もあるぞ。どちらにせよ美人だったからすでにお相手が決まっていたのかもしれないわね。さてお嬢様の結婚を見たところで庶民はどうだったかを説明していこう。明治時代に施行された法律で男子は17歳、女子は15歳以上から結婚することができた。そして家族法で結婚するには一家の主の同意が必要だったんだな。今はそんなのないもんね。せいぜい娘さんを僕にください。誰がやるか。って茶番くらいだわ。人生の重大イベントを茶番呼ばわりしてやるなよ。とりあえず一般的にはお見合いが主流だった。結婚が今よりも家同士のことだという考え方が影響しているからだろう。だが離婚率に関して言えば実は明治時代の方が高いことは知っていたか？一回結婚したらもう離婚できないものだと思っていたわ。ところがどっこい明治16年の離婚率はなんと 3.39%。離婚が急増したと言われる平成14年の 2.30% よりも高いんだぜ。一体どうしてそんなことになっちゃったの？当時結婚というのは夫婦が一緒に住むというよりは家に嫁入りするという考え方だった。逆の婿入りに関してもそうだな。しかしこの時家に入った嫁や婿の立場は法的に守られることが少なかったんだ。というと？結婚してみたものの気に入らなかったら追い出していたのさ。よくあったのが姑が嫁を気に入らなくて追い出してしまうパターンだ。なんだか最近でも聞いたことがあるような。
それだけ嫁姑問題は昔からあったんだろう。すごい家だと何度も嫁を追い出してはまた結婚するなんてこともあったらしい。あんまりにも離婚する人が増えたものだから法律まで変わってしまった。25歳以下の者が離婚するときには結婚を承認した者の許可が必要ってな。法律まで介入するってことはよほど問題になっていたのね。法律のおかげか気軽に離婚する人は減ったが、法の抜け穴を見つける人間はいつもいる。試し婚、足入れ婚と呼ばれ、嫁をもらってもしばらくは婚姻届を出さないんだ。ってことは事実婚ってこと？その通り。結婚生活を行ってみて、姑をはじめ家族が OK したらようやくそこで婚姻届を出すことができたんだ。もちろん気に食わなかったらこの話はなかったことで問い出されるぞ。ひどい話ね。大正9年に行われた調査によると、当時の夫婦全体の 17% がこのお試し婚だった。5組に1組が事実婚状態ってことだな。なんかフランスみたいね。逆に今よりも先進的な気がするのは私だけかしら。このおかげで離婚率は低くなったものの、現代よりはるかに離婚率は高かっただろうな。そして庶民には驚くべき結婚前の文化があった。それが予売だ。予売？結婚前の男性が女性の家によるこっそり忍び込んで逢瀬を重ねることだ。結婚前なのにいいのかしら？この文化は驚くことに地域によっては戦後も続いていたというんだ。文明開化とともに西洋の結婚前は清い関係を、という考え方が入ってきた。日本政府としても文明レベルを上げるために予売を禁止した。しかし都市部では下火になった予売だが、地方では相変わらず行われていたんだな。やっぱり都市部は明るいし、たくさん人がいるから無理だもんね。そうした文明の進歩とは対極の文化だからな。予売といえば男性が無理やり入ってきて、というイメージかもしれない。しかし女性にも拒否権があるし、男性がしたいからといってできるわけではないんだ。起きたら知らない男の人が今晩は状態だと思っていたわ。のんのん、予売の多くはちゃんと約束をしていたらしいぞ。今夜行くねうん待ってるというやり取りの上で行われていたんだ。それってただのデートなんじゃ。ただ大っぴらに結婚前の付き合いができるわけではないから夜にこっそり。ってことだな。親の方も分かっていて見て見ぬふりをする。なんてったって親もそうした文化で結婚したりしているからな。逆に年頃の娘になっても訪ねてくる男が一人もいないなんて方が心配になるわい。複雑な親心ね。モテすぎてもモテなさすぎても心配だわ。実際に予売文化を体験した人によると、村が同じでも家が近所だとは限らない。相手の家が山の向こうにあったとしても約束したら会いに行っていたというんだ。山の向こう側、山あいの集落だと珍しくないんだよな。隣の家が遥か向こうにあって下手したら見えないくらいだ。それでも恋人に会うために山を越えて男たちは会いに行くんだぜ。仕事が終わってから夜山を越えるのよね。しんどくないのかな。恋に燃える若者だからこそできる芸当だよな。それにそうして何度も何度も通ううちに親も二人が真剣に付き合っていると認める。そうして晴れて結婚を許してもらえるわけさ。予売ってなんだかダークなイメージだったけど、こうして聞いてみるともはや純愛ね。上流階級には上流階級の、庶民には庶民の結婚文化があったってことさ。というわけで今回は明治時代の女性たちの文化について紹介してみたぞ。リアルハイカラさんたちがどんな生活をしていたのか分かって楽しかったわ。文明開化は男性がメインで紹介されることが多いけど、女性の生活も変わっていた。現代にも続くファッションや髪型も出てきたのがこの頃だというのが感慨深いな。私もマーガレットヘアスタイルに挑戦してみようかしら。霊夢に似合うのはソフトクリームヘアスタイルだよ。なんてったって食いしん坊だからな。なんですって。それじゃあ今日はこの辺で。バイバイ。